火の傷の男サウロと革命軍と巨人族と巨大な王国。現在物語も佳境に差し掛かり、クライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで最も注目されているのが、火の傷の男サウロと革命軍と巨人族と巨大な王国。大戦66話にて超衝撃のハグワルディサウロの生存濃厚。それともなってサウロはですね、海賊団を結成し、900年前に栄えた王国の全貌をですね、なんとエルバフに持ち帰ったとのこと。そしてベガパンクは900年前に栄えた王国の全貌をエルバフで知った。一体サウロは何の目的でどうしたかったのか、そしてベガパンクは何を知ったのか、ということで今回はですね、火の傷の男サウロが隠した900年前の王国と巨人族の関係について徹底考察したいと思います。本考察動画は本誌単行本で大戦66話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。エルバフからやってきたヨーダが、彼らはこの文献の価値を知ってる。船長は全身に包帯を巻いた妙な男だったが、大戦66話で22年前のオハラにやってきたドラゴンとベガパンクは目撃したのは、湖に沈んだ文献を引き上げている巨人族の姿でした。そしてその巨人族を率いている人物は包帯を巻いた謎の男。ではこの人物とは一体誰なのでしょうか。結論から言うとサウロだと思われます。その理由については大きく3つ挙げられます。まず1つ目はシルエットです。エニエスロビー編のロビンの回想シーンで描かれたサウロの姿といえば、顔全体を縦髪のように覆う髪の毛とヒゲにハットをかぶっており、かっぷくのいい巨体に発達した前腕が特徴的だったんですが、大戦66話で描かれた包帯男のシルエットはまさにサウロの特徴を全て備えていたんです。次に2つ目はロビンの涙。その巨人族の船長の名前はサウロよね。ロビンがこう尋ねたのに対し、ベガパンクは名言を避けたんですけども、これを受けてロビンはサウロが生きていると確信し涙を流してるんです。このようにロビンがですね、サウロが生きていると知って感激し涙まで流しているにもかかわらず、実は包帯男の正体はサウロではなく別の人物でしたという結末では、ロビンがぬか喜びしたことになってしまい、再びサウロの死を確信し悲しみに暮れてしまうことになってしまいます。まさかそんな酷なことはしないと思われるので、ロビンの涙も根拠だと言えるでしょう。そして最後3つ目はサウロのオハラに対する思いです。相手は学者だで、なぜそこまでせにゃいかん。これまで捕らえた奴らもわしの目からは本当に歴史を知りたかっとるだけにしか見えん。そんなに危険な研究なら政府も手を貸してやればええでよ。第396話で歴史の探査船を捉えることに疑問を持ったサウロはオルビアを逃がしているんですけども、さらにオハラが世界のタブーと戦って散っていった現場を目撃し、オハラを称える発言をしているんです。このようにサウロはですね、オハラに対し並々ならぬ思い入れを持っているので、オハラの研究の成果や思いを引き継いでいく動機があると言えます。ということで、シルエット、ロビンの涙、サウロのオハラに対する思い、この3つの理由により包帯男の正体はサウロだと言えます。しかし包帯男イコールサウロだとすると、ある疑問点が浮上してきます。それはなぜサウロがエルバフの巨人たちを率いることができたのかということです。一徳がエルバフのような野蛮なのと一緒にすんじゃねえど、あいつらは一番有名だで、巨人はみんなアーだと世間が思うて困る、巨人じゃて穏やかな一族はおるんだでな。第392話のサウロの発言にもあるように、サウロはですね、エルバフ出身ではなく、ビブルガードの情報によればサウスブルー出身とされています。さらに海軍本部中将にまで上り詰めたということはですね、海軍に所属していた期間も長いと思われ、サウロとエルバフとの間に関わりがあったとも考えにくい。にもかかわらずサウロが船長となって新世界のエルバフからですね、はるばるウエストブルーのオハラまでやってきているのには何かしらの理由があるはず。では一体なぜサウロはエルバフの巨人たちを引き連れてオハラにやってくることができたのでしょうか。結論から言うと、エルバフには世界政府に敵対する思想が根付いているからだと思われます。その理由はですね、北欧神話の中に隠されています。というのもですね、北欧神話にはエルバフとの共通点が非常に多く存在するため、十中八九北欧神話がエルバフのモデルになっているといるんです。これについてはですね、以前別の動画で詳しく説明しているんですが、簡単に概要だけまとめると、北欧神話に巨人が登場していること、北欧神話とエルバフの両方に巨大な木が存在していること、エルバフの戦士であるハイルディンの技グングニルがですね、北欧神話の最高神オーディンの持つ武器であることなどが理由として挙げられます。そしてエルバフに根付いている思想について考えていく上で最も重要なのがエルバフのロ教授です。ロ教授といえばローラに求婚して振られた人物として知られてるんですが、そんなロ教授にも北欧神話のモデルが存在しています。その名もロキ。ロキは北欧神話ではいたずら好きの神様と言われてるんですが、最も注目すべきはその血筋。ロキは下の巨人ヨトゥンの血を引いてるんですが、ヨトゥンはですね、なんと神々の敵だと言われています。つまりそんなロキをモデルにしているロ教授には神々の敵という設定が取り入れられている可能性がある。そして神々の敵といえばワンピースの物語で思い当たるものがあると思われます。そう、神の天敵です。これは第764話でコラソンが言及していたんですが、コラソンは神をですね、天竜人に見立てた上で D の一族を神の天敵だと言っています。このことから考えると、ロ
キ王子がですね、リーの一族かどうかは一旦置いといたとしても、ロキ王子が天竜人に敵対する存在だという可能性はかなり高いと言えます。そしてロキ王子はエルバフの王族であり、エルバフの巨人たちに対して強い影響力を持ち、エルバフの巨人たちもロキ王子と同様に天竜人や世界政府に敵対する思想を持っている可能性が十分考えられます。以上のことをまとめるとですね、サウロがエルバフの巨人たちを引き連れオハラにやってきた経緯はこんな感じだと思われます。青生地のアイスタイムカプセルによってサウロは氷付けにされてしまうんですが、その氷が何かしらの影響によって溶け、サウロは一命を取り留めます。そこでオハラを見て回るんですが、そこには考古学者たちの亡骸とその近くの湖に沈む大量の文献があった。これを見たサウロはオハラの考古学者たちが命がけで大量の文献を守ろうとした意図を感じ取り、オハラの思いを背負い大量の文献を守ることを決意。そこでサウロは巨人族の聖地ともいえるエルバフに協力を求めることにするんです。こうしてエルバフに到着したサウロはロキ王子の元に出向き、オハラが世界政府によって滅ぼされたこととオハラの意思を継ぎたいという思いを伝えたところ、世界政府の横暴が許せないロキ王子はサウロに対しエルバフの巨人たちを引き連れてオハラに行くように命じたんだと思われます。火の傷の男を探せってのか、当てがなさすぎる。第1056話のキッドの発言により、ロードポーネグリフの最後の一つを集めるためには火の傷の男を探す必要があることが明らかになったんですけども、当てがないという発言にもあるように火の傷の男の正体については一切分かっていないんです。しかし第1066話でですね、包帯の男が登場しており、先ほども説明したように包帯の男の正体がサウロである可能性が高いというところまで分かってるんですけども、サウロが全身包帯で覆うほどの傷を負っているということから、サウロこそがですね火の傷の男なのではないかという見解が浮上してきています。結論から言うと、サウロが火の傷の男である可能性は高いと思います。その理由は大きく2つ。まず1つ目はサウロがオハラの意思を継いでいるということです。先ほども説明したようにサウロはオハラの意思を継ぎ、オハラにあった大量の文献をエルバフに運んで保管しているんですが、ただ単に保管しているだけでは本当の意味でオハラの意思を継いだことにはならないと考え、オハラの研究を引き継ぐべく大量の文献を読み込んで研究している可能性が高いと思います。そうだとするとサウロはですね、オハラがたどり着いた仮説にまで到達していると考えられます。なお巨大な王国の存在とその王国の名前について知っている可能性が高いでしょう。またクローバー博士がですね、五老星に対して語ったのは研究の中のほんの一部に過ぎないと思われるので、オハラが残した文献を読み込むことによってロードポーネグリフの存在やその存在理由についても理解できる可能性があると言えるんです。したがってですね、ロードポーネグリフを集めることでラフテルに到達でき、さらに歴史の全てを知れるということを知ったサウロは、世界政府や悪い思想を持つ者に渡ることを防ぐために巨人島にあったロードポーネグリフをエルバフに運んで隠し持っているのかもしれません。次に2つ目の理由はサウロが火の傷を負っている可能性です。火の傷といえばですね、一番最初に頭に浮かぶのは火傷ですよね。しかし第397話で青騎士によって殺されたと思われていたサウロは冷え冷えの身の能力によって氷付けにされているので、火傷の印象よりもですね、むしろ凍傷のイメージが強いと思います。しかし凍傷の症状はですね、火傷の症状と似ているので、凍傷による怪我をですね、火傷と呼ぶこともあります。つまりですね、サウロの体に残った凍傷の傷跡が火傷の傷跡に見えたということから、火の傷の男と呼ばれるようになった可能性もありえなくありません。またですね、実際に火傷を負ったという可能性もありますよね。というのもですね、オハラはバスターコールによって大量の砲撃を受けて焼け野原になっているんですが、サウロはその熱によって氷が溶けたことで一命を取り留めたのかもしれないんです。しかしですね、オハラを焼き尽くすほどの火はサウロの氷を溶かすだけでは飽き足りず、サウロを包み込んで大火傷を負わせた可能性が考えられます。さらに火の傷というのがですね、火傷ではなく火の形をした傷跡が残っているという意味を表している可能性もあります。その場合にはですね、サウロの体に残った凍傷の傷跡がまるで火のような模様になってしまったので、火の傷の男と呼ばれるようになったのかもしれません。ということで、サウロがオハラの意思を継いでいること、サウロが火の傷を負っている可能性、この2つの理由によって火の傷の男の正体がサウロである可能性は高いと言えるでしょう。ちなみに第397話で青キジはサウロを殺したと思われていたんですけども、実はサウロを生かそうとしてわざと氷付けにしていた可能性もあります。その理由は大きく3つ。まず1つ目は技名がアイスタイムカプセルであることです。青キジは第321話でルフィと一騎打ちをした時にはアイスタイムによってルフィを氷付けにしているんですけども、サウロに対して使った技はアイスタイムではなくアイスタイムカプセルでした。そしてタイムカプセルというのは未来へ向けて保存するものであるので、文字通り青キジはサウロを殺すつもりがなかったのかもしれません。次に2つ目はですね、第397のタイトルです。繰り返しになるんですが、第397話ではですね、サウロが青キジによって氷付けにされた回なんですけども、そのタイトルはというとですね、なんと未来へ届くように、これはオハラの考古学者たちが文献を残そうとした行動がロビンやオハラの意思を未来へつなぐことを願っていたサウロやオルビアなどの思い
思いなどをですね表現して付けられたタイトルだと思われるんですけども、それ以外にもですねサウロが未来まで生き続けていくことを暗示している意味が含まれていたのかもしれません。そして最後に3つ目は未来への冷凍保存です。死んだかそれとも未来へ冷凍保存されたか。第535話にてですねインペルダウンレベル5の極寒時刻のあまりの寒さに凍りついてしまった囚人を見た別の囚人は未来へ冷凍保存されたと言ってるんですけども、この発言からワンピースの世界にもコールドスリープのような概念が存在している可能性が明らかになっています。つまり青生地は凍らせたとしても復活できることを分かった上でサウロを氷漬けにしたのかもしれません。ということでアイスタイムカプセルという技名、未来へ届くようにというタイトル、未来への冷凍保存、以上3つの理由により青生地がサウロを生かそうとしていた可能性は十分あり得ると思われます。ここまで説明してきたように火の傷のところの正体がサウロである可能性は高いと思われるんですが、その場合考えなくてはならないことがあります。それは第1056話のローの表情、ロードポーネグリフを探すために火の傷のところを探さなければならないというですねキッドの発言を聞いたローは何も言葉を発しないままうつむき意味深な表情を浮かべていました。このことから火の傷の男とローの間には何かしらの関係性があると考えられるので、サウロとローの関係性を明らかにする必要があります。ではサウロとローの関係性とは一体何なのでしょうか。作中の描写やスピンオフ小説ノベルローの記載から明らかになっているこれまでローが辿ってきた足跡を振り返ってみると、サウロとローが関わることができた機会といえばノースブルでの航海中、グランドライン前半、新世界突入後の2年間、ロッキーポート事件ぐらいだと思われます。彼は身を潜めているんだ、誰であれ口外しかねる。ただし第1066話の釈迦の発言にもあるようにサウロは身を潜めているということなので、エルバフから出ている可能性は限りなく低いと思われます。そう考えるとサウロとローは新世界突入後の2年の間にエルバフで関わりを持った可能性が高い。なあコラさん、俺はやっぱりこの数奇な運命の意味を知りて。そして第996話ではローはこのように発言してるんですが、注目すべきはやっぱりの部分です。この発言から考えるとローはですね一時的に D の一族の数奇な運命について知ることを諦めたんですが、思い直して再び知りたいと考えるようになったんだと思われます。ではそのように思い直すことになったきっかけは何なのか。それはドフラミンゴ討伐、また会えるとも思ってなかったからな。第805話のローの発言にもあるようにローはドフラミンゴを撃つために命を懸けていたので、 D の一族の数奇な運命を知るという願いはそっちのけで、ドフラミンゴ討伐だけを目標としていたなと思われます。そしてドフラミンゴ討伐という最大の目標を成し遂げた後になって、もともと知りたいと思っていた D の一族の数奇な運命について再び考えられる余裕ができたんだと言えるでしょう。ではローがドフラミンゴ討伐だけに命を燃やすようになったのは一体いつのことなのか。それはロッキーポート事件からだと思います。というのもローはある目的のためロッキーポート事件で海賊100人の心臓を海軍本部へ手土産にし王海支部会に加入しているんですが、ローの最大の目標がドフラミンゴを討伐することであったことから、ある目的とはドフラミンゴ討伐と見て間違いないと言えます。つまりロッキーポート事件の時にはドフラミンゴ討伐に向けた作戦がスタートしていたことになるので、ロッキーポート事件以降は D の一族の数奇な運命を知ることをですね諦めていたんだと思います。逆に言うとローはですねロッキーポート事件を起こすまではドフラミンゴ討伐を最大の目標と見据えながらも D の一族の数奇な運命を知りたいとも考えていた可能性が高い。これらのことを踏まえて考えるとサウロとローが関わりを持った経緯はこんな感じだと思います。 D の一族の数奇な運命を知りたいという思いを抱えながら新世界を公開していたローはある時エルバフに到達、そしてエルバフを散策する中である場所に考古学の文献が大量に所蔵されていることを知る。そして歴史の研究に興味を持っているローがその場所を訪れると、そこにいたのは火の傷を負ったサウロ、同じく D の名を持つ者として交流を深めるんですが、 D の一族の数奇な運命については知ることができず、去り際にサウロが身を隠していることを聞いたローはサウロのことを口外しないように約束を交わすといった感じでしょうか。仮にこの予想が正しければ、第1056話でローが意味深な表情を浮かべていたのはサウロのことを口外しないという約束を果たすためだと言えます。火の傷の男を探せってのか、当てがなさすぎる。繰り返しになるんですが、第1056話のキッドの発言によると火の傷の男がロードポーネグリフを持っているということになるので、サウロがロードポーネグリフを保管している可能性が高いと思われるんですが、一体なぜサウロはわざわざ巨人島の海の森にあったロードポーネグリフをエルバフまで運び出して保管しているのか。これについては大きく分けて2つの可能性が考えられます。まず1つ目はジョイボーイに託すため。その理由にはですねサウロのモデルが深く関わっています。サウロのモデルはというとキリスト教の使徒パウロだと言われています。というのも使徒
とパウロといえばですね、新約聖書の著者の一人として非常に有名な人物なんですが、ユダヤ名ではですねサウロと呼ばれているんです。そしてパウロはもともとユダヤ教だったにもかかわらずキリスト教に改心しているんですが、このエピソードはですねもともと海兵として考古学者たちをですね取り締まらなければならない立場だったにもかかわらず、逆にですね考古学者たちを助ける働きをしていたというサウロのエピソードとリンクしていると言えます。よってサウロのモデルは使徒パウロだと思われるんですが、パウロはですね人間の無力さを解き神の恩寵によってのみ救われるという信条を持っていたと言われているので、サウロは太陽の神ニカであるジョイボーイによってですね世界が救われるという考え方を持っているのかもしれません。そしてこのようなサウロの設定を踏まえた上で、サウロがロードポーネグリフをですね保管するに至った実際の流れを考察するとこんな感じだと思います。オハラの文献を読み巨大な王国の存在などについて知ったサウロはジョイボーイこそが世界の救世者と考えるようになる。よってサウロはジョイボーイ以外の人物がラフテルに到達することを何としても防ぎたいと思い、ラフテルに到達する上で必要不可欠であるロードポーネグリフをジョイボーイ以外には渡さないようですね隠すことにした。こうしてサウロはエルバフの巨人たちの協力のもと巨人島の海の森にあったロードポーネグリフをエルバフまで運び出し厳重に保管しているんだと思います。続いて2つ目は巨大な王国と巨人族との間に重要な関係性があることに気づいたために巨人族の使命としてロードポーネグリフを保管しようと考えたため、その関係性というのは巨人族が巨大な王国で暮らしていたというものです。その理由としては巨大な王国のモデルが深く関わってきています。では巨大な王国のモデルとは一体何なのでしょうか。結論から言うと巨大な王国のモデルはタルタリア帝国だと思われます。その理由は大きく3つ。まず1つ目の理由がですね、タルタリア帝国の科学技術が現代の水準を凌駕していることです。そもそもタルタリア帝国とは200年前頃までですね存在したとされるですね空想上の巨大な帝国のことなんですが、フリーエネルギーと呼ばれるですね無限のエネルギー源から供給されるふんだんな電気をですね無料で大量に使うことができたので電気技術が異様なまでに発達を遂げ、現代の技術をもってしてもかなわないとまで言われているんです。空白の100年とは、かつて存在した高度文明のある王国と20の王国の戦いの歴史。そして第1065話では釈迦がエッグヘッドをですね過去の国だと言い放ち、過去にエッグヘッドのような高い文明を持つ国があったことを明らかにしているんですが、第1066話のこの発言によりその高い文明を持つ国というのが第395話でクローバー博士が言っていた巨大な王国のことを指しているということがですね明らかになりました。つまりタルタリア帝国と巨大な王国は優れた科学技術という点で共通しています。次に2つ目はですね巨大な領土です。文献の上に浮かび上がったのはある巨大な王国の姿。第395話のクローバー博士の発言にもあるように巨大な王国だと言われている以上ですね巨大な領土を持っていた可能性が高いと思われます。そしてタルタリア帝国はというとユーラシア大陸の北側全体がですね領土だったと言われているので、この点でも共通していると言えます。そして最後に3つ目は歴史から消え去っていることです。かつては強大な力を誇ったようだが、その国の情報は必要なまでにかっ消されておる。第395のクローバー博士の発言にもあるように800年前に存在していた巨大な王国は情報が必要なまでにかっ消されており、現在でも巨大な王国につながりうるですね古代文字の解読は禁止されており、まさにですね歴史から消し去られていると言えるでしょう。そしてですねタルタリア帝国についても高度すぎる文明がイギリスをはじめとするヨーロッパ諸国の反感を買い、核兵器による攻撃で国民もろともこの世界から消された上、その核兵器の使用による弊害として世界規模でドローンに埋まるというですねマッドフラットが引き起こされ、それによってタルタリア帝国は完全に姿を消してしまったと言われています。そしてそれをいいことにヨーロッパ諸国はタルタリア帝国を存在しなかったものとして扱っているとも言われており、まさにワンピースの世界における巨大な王国と一致。このように科学技術が現代の水準を凌駕、巨大な領土を誇っている、歴史から消されている、以上3つの理由により巨大な王国のモデルはタルタリア帝国である可能性が高いと言えます。そして極めつけはここから、なんとタルタリア帝国では巨人と人間が共存していたと言われているんです。つまり巨大な王国には巨人族と人間が共存していた可能性が高いと言えるんです。これを踏まえてサウロがロードポーネグリフを保管することにした経緯を考察するとこんな感じだと思われます。サウロはオハラの文献の研究を重ねていく上で巨大な王国にかつて巨人族が住んでいたことを知ります。そしてかつての故郷がですね世界政府によって滅ぼされたことを知ったサウロは自分の祖先や祖国の思想がですね世界政府の手によって完全に消されてしまう事態を防ぐべく、世界政府がラフテルへの手がかりを掴むことがないようロードポーネグリフを自らの手で守り抜くことを心に決め、巨人島にあったロードポーネグリフをエルバフに移し厳重に保管。ということでですねサウロがロードポーネグリフを保管している理由としてはジョイボーに託すため、巨人族の使命を果たすため、この2つが考えられるでしょう。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。